スノーマンの宮舘涼太が28日放送の日本テレビ系たくを並べてわははッハ,ッハ23時59分に出演スノーマンのバラエティ担当にシフトチェンジしたきっかけを明かしファンから反響が寄せられているスノーマンが2020年初めて NHK 紅白歌合戦出場が決まった時宮舘が新型コロナウイルスに感染してしまい辞退することに カズレーザーから当時の心境を聞かれた宮舘は悔しさもありますし念願だった紅白だったのでなんでだろうという気持ちとごめんねという気持ちでファンの方をたくさん泣かせてしまったのが僕の中ではすごく感情が苦しい部分だったんですと正直に話したしかし復帰後元気になってこの涙を笑いに変えてあげようって思って今こうバラエティーを頑張っているというか より自分の中で前に前に出よう、世の中を笑顔で明るくしようという風にシフトチェンジできたタイミングでもあったので、そこは自分の中での学びもありました、とバラエティ担当にシフトチェンジした理由を説明。この出来事がきっかけでバラエティ番組の出演が増加していったそうで、紅白出演自体が良かったと言ったらまたちょっと違う話になってきますが、自分が変われるタイミングだったなと思いました、と振り返った。 そして、デビュー当時はバラエティ担当は本望ではなかったものの、現在はすごく楽しい、と、SnowMan のバラエティ担当、としてすがすがしい笑顔を見せた。このエピソードにファンからは、最高のアイドルすぎて泣ける、紅白出場辞退験について苦しい気持ちもあったのに、今、バラエティ番組を頑張っている伊達様に感動した。 紅白初出場を辞退した時の気持ちを聞かれた時の答えが人間力の高さにあふれてて素敵そういう思いを背負ってバラエティーを仕事してたんだなど反響が寄せられている。